ジェネトーク。ジェネトークをお聞きの皆さん、ご機嫌いかがですか？ジェネレーションズです。今日のメンバーはジェネレーションズパフォーマーの中塚瑛太と僕だけです。大丈夫ですかこれ？期待してもらっていいですか？とりあえず進んでもらっていい？あ、すいません。先週のハヤトと先週のレオに続いて僕も一人で食べちゃいますってことで、僕1月にニューヨーク行ってきて、向こうのダンサーと触れ合って、僕もダンス修行で行ったんですけど、すごかったです。ニューヨーク、なんか地下鉄とかでも歌歌ってる人いたり、普通に路上で踊ってる人もたまにいたり、音楽に溢れてる街でしたね、ニューヨーク。で、夜はクラブで向こうのダンサーが集まるイベントで向こうのダンサーと一緒に踊ったりして、最高の思い出になりました。これを今年の活動につなげられるようにしないとなって思いました。え？かぶってます？ハヤトと別の話ですか？どうしよう。別の話、なんもないですけど、ネタ。最近面白いと思ったことですか？放送できないんですよね。いやいや、それはやばい。いや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 。いや、面白かったことですか？なんかインタビュー。インタビュー？はい。1日取材日で、朝6時から夜の11時半ぐらいまでやってて、で、お誕生日のサプライズもしていただいたり、で、途中、ハヤトがすごい眠たそうで、白目向いてて、面白かったですっていう話です。どうしよう。インタビューどんな話でしたインタビューどんな話でしたんですか？インタビューですか、はい。まあ、ツアーのこととかアルバムの話とか。アルバム、いや今回でも新曲が半分以上が新曲なんですよ。本当にもう僕らもまだ、まあ今こう収録してる時点ではまだ完成してないんですけど、アルバムが。僕もワクワクしてるんで、多分ファンの皆さんはもっとワクワクされてるんじゃないかなと思いますし、りょうたくんとりゅうとくんが作詞した楽曲も入ったり、今までのジェネレーションズにはないような曲が入ったり、まあ応援歌みたいな曲だったり、ちょっとバラードみたいな曲が入ったり、すごいバラエティに富んだアルバムになってますので、皆さんチェックお願いします。え？タイトルはジェネレーション X。 え？ちょっと言ってもらっていいですか？ジェネレーション X です。ジェネレーション X、 振り付けはまだできてないんですよね。だからこれから作っていくんですけど、みんなで何枚ぐらい売りたい？20枚。もう20枚だったら僕のまあ身内だけでいけますね。身内全員に買えっつって。20万いきたいです。25万1位目指します。1位しかもう見えてないですからね。あんま順位とかじゃないんですけど。さあ、大丈夫ですかね？曲いっちゃいます。ってことで、ジェネトーク、今週もよろしくお願いします。それではここで一曲聴いてください。シングイットラード。ちょっとだけでいい、感じて What I feel、連れて行くから、日にち上まで Let go、 音に揺られて Flow、出かけよう Time to ride さあ Eye to Eye 共有する時間とこの瞬間を切る